こんにちは、皆さん。今日は久しぶりにサブチャンネルの方の動画を投稿したいと思います。今日、ちょっと先に紅茶を。最近この見えるかな、アハマドティー、アールグレー、これに結構ハマってて、先輩の知り合いの人に教えてもらって、で今日は何を投稿しようかなって思ったんですけど、人と比べることについてちょっとお話ししたいなと思います。結構誰しもがそうだと思うんですけど、小さい頃から友達と成績を比べたり、行っている学校の偏差値で比べたり、仕事を始めたら他の同期との給与の差について悩んだりとか、いろいろやっぱりその人と比較することで落ち込んだり、優越感に浸ったりってあると思うんですけど、なんかもう最近思うのが、人と比較するのはやめようって思って、で僕すごい YouTube 始めた時からあったのが、やっぱりチャンネル登録者数を増やしたいって思ってたんですけど、よくよく考えてみたら、何のために増やしたいのかって、別に有名人になりたいわけでもないし、テレビに出演したいとかそういう願望もないし、ただ動画が好きで動画を発信していただけなのに、気づいたら目の前のその登録者数であったり収益であったりにこう追われていて、なんか抜け出せないそのサイクルに入っていたなって、この6年間ぐらい、僕2013年ぐらいから動画投稿してるんで、もう6年になるんですけど、このままじゃいけないなと思って、もっとこう自由にやっていきたいなっていうのがあります。で、このサブチャンネル見てる方で、僕のメインチャンネル知らないよって人いると思うんで、下に URL 貼っときます。で、URL クリックしてもらったら、今が2万3200人とかで、最近 YouTube の仕様が変わって、登録者数が1万人以上なのかな、その3桁以下、100、200の位以下の数字が見えなくなっちゃって、それで今正確に何十何人までは分かんないんですよね。管理画面見ても100で、もう切り捨てになってる感じなので、なんかそれも1人2人がこう増える喜びがあったんですけど、もうそういうのもないんだなって思うと、なんかもう登録数とかを毎日チェックするのも、毎日それで1分とか2分使って朝見たりしてるから、それを見なくなるだけでもだいぶ心の持ち方は違うのかなっていうのが思います。で、あとは機材とかも、いろいろこのなんだっけ、シルイの 3T35K ってやつ使ってとか、いろいろレビューしてたんですけど、別にもうその機材にこだわることもそんなに必要ないんじゃないかなって思ってきて、もちろんそのこれも今一眼と上にカメラ、ビデオのマイク乗っけて喋ってるんですけど、もちろんその見やすいようにとか、聞き取りやすいようにとか努力する必要はあるんですけども、今持ってるもので十分ですし、その新しいもの新しいものを追いかけていくと、もう毎年毎年っていうか、もう半年に1回ぐらい買い替えないと満足できないし、なんかその一番最新のものを使ってるから、いい動画が撮れる、画質は撮れるんですけど、それだけでいい動画になるかって言われたらそうでもないし、そもそもいい動画ってなんだっていう、結局それってメーカーのマーケティングに乗っかってるだけだし、広告とかに。なので、今読んでる本で、森博さんの本があって、その中に、確か自分のその本当に欲しいものとかがなぜ欲しいのかっていうのをずっと突き詰めて考えて、なぜそれがそういう原因になっているのかっていう、でそれが例えば今、お金があるから、例えば10万円余裕があるから、5万円ぐらい使おうとか、そういうのではなくて、本当に欲しいものを見極めて、買い物したら自分が納得するし満足できるっていう。でそれで言うと、僕半年くらい前かな、このメイドインインディアって書いてあるんですけど、インド産の壺を買ったんですよ。でこれって前情報とかゼロで、
その友達とご飯を食べて、その後歩いてたらちょっと面白い雑貨屋さんがあって、台北なんですけど、そこでフラッと入ったら、別に壺とか売ってるお店じゃないんですけど、シャンデリア売ってるお店で、でそこにいるスタッフの方もすごいいい人たちで、日本語喋れる人もいて、でなんかこの壺パッて見た時に、あ、可愛いなと思って、今これでコーヒーとか紅茶入れたりしてるんですけど、それで買ってすごい満足したんですよ。で値段も知らなくて、まあ大体そんなめちゃくちゃ高いものではなかったんですけど、まあ、ちょっとあんま高すぎたらもちろん買えなかったんですけど、買える値段で、でなんかこのマグカップも、どこだっけ、ロイヤルコペンハーゲンっていうブランドらしくて、これも僕知らなくて、最初普通になんか店員さんに、雑貨屋さんで、これ売り物ですかって言ったら、あ、そうですよっていうことで、でこれ見かけて、バナナみたいなこう取っ手がついてて可愛いなと思って、でこれも値段を知らずに欲しいなと思って買って、やっぱり満足したんですよ。だからなんか価格 .com とか Amazon とかのレビューを見て評価がいいから買うっていうよりかは、僕はどっちかというとフラッと見つけてそこで買ったものの方が将来価値を見出しやすいなってのが、これもそうだ、高校の時になんかプログラムに合格して、それで留学行ったんですよ、スイスに。でそのスイスの留学の時に買った網ナイフ、どこで買ったか、確か学校の近くのそれこそ雑貨屋さんで買ったんですけど、やっぱりこれも性能、これよりいいやつとかもあると思うんですよ、しかも安く買えるとことか。でもやっぱりそのどこで買ったかとか、その場所とかのことがすごい大事で、なんかそういうのがこれからもっと大事にしていきたいなと思って、なんか今これだけインターネットが、ネットが発達していろいろすぐ情報にたどり着けるけど、それに流されないようにしようって思いました。まあそんな感じです。それでは今日はまず人と比較しないってことと、もう一つは自分の欲しいものはなぜ欲しいかとかもすごい考えて、その自分が納得した上で買った方が絶対に将来的にいいっていうことです。そのもう価格 .com とかレビューばっか見るのはやめようって思いました。それでは。